菅政権は50年カーボンニュートラルです。あんた、どういう意味だか分かっちょらるの？日本は世界で最も遅れた環境対策の国だってことを？いずれにしても、経団連からニュートラルやれって言われているので。あんた、経団連の言う通りにしたらダメだって。経団連の陰謀は原発。世界で原発なんて言ってるの日本だけだよ。김정은 동지 우리는 당신밖에 못